地域で活躍する企業、商店を紹介する番組、町をつくる礎たち。今回は、木を通じて山の環境を守る、株式会社木原木材店を紹介します。弊社は兵庫県全域をカバーする土木用木材の生産販売会社でございます。杭丸太を中心に丸棒材を作っております。その他に公園用資材、遊具の丸資材を生産販売しております。弊社には丸太を丸くする丸棒加工機、円柱加工機が4台ございます。丸棒加工を専門とする工場は兵庫県内では数社しかございません。また関西地区でも数少ない会社で、生産できる規模としましては弊社が関西地区最も優れていると思っております。弊社の創業は父の時代に粗大生産業として創業しております。昭和35年に創業しております。その後万博の頃、昭和45年頃から杭材を加工するようになりまして、その後杭生産を拡大してまいりました。平成15年に丸棒加工機を導入した以降、現在4台の丸棒加工機を所有しております。4台後から入れた機械につきましては、大口径の丸棒加工ができる、全国でも数少ない機械を入れることによりまして、生産性を高めました。業務が木材生産業ということで、環境に優しい産業、もっと山の木を使っていただきたいという気持ちで生産活動を行っております。山で育った木が公園等で使われ、また土木用木材として使われるということは光栄なことだと思っております。今後とも木材が使用される場面を多くなるように、いろいろと企画しながら提案していきたいと思っております。私は平成28年に実家の木材店に U ターンしてまいりました。証券会社の調査部、県庁での業務等を経まして、実家が木材業をやってるのに木材業をしないわけすることが僕の最善の仕事だと思って、実家の方へ戻ってまいりました。従来の仕事の領域を一つでも大きくすることによって、木材加工業の領域を広めたいと思っております。山では木材がどんどん成長しております。その木材を有効利用することは喫緊の課題であると思っております。現在バイオマスといったような使い方もありますが、弊社では資材が有効に使われるように、弊社の場合ですと公園用資材、また遊具等として付加価値の高い木材製品を一つでも多く作り上げたいと思って日々精進しております。今後とも木材加工業の領域を広め、木材がもっと使われるシーンを創出していきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。